エンジンの今どこですか？エンジンウルです。ウルです。え、ウルのどこですか？ウルのウルの下ぐらい。いやメインから宿舎に行こうとしてウルの下に行くことがないと思う。めっちゃ同じこと考えてたのよ。だから思考はウルやなっていう。くるー貨物脇デデンメーネロプテ俺たちの遊び場じゃー。キュン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 9月26日で 3周年を迎えます。俺ビワさん長いね。おい、除染の中アーカイブで浮いてます。プテは貨物で何のタスクもなかった感じか？ないです。オッケーです。俺は最後貨物のダウンロードしてます。梅剣にしろ打てるかな。さすがに打てる。さすがにね、うん、桃剣ってどこ行きました？俺は最初、あのね、エンジンの配線した後、武器庫上の最後、ハンバーガー。キッチンのバーガータスクだけやって、展望で配電盤前待機してて、ドアが閉まっても停電ならず終わり。最後、ドア閉まりましたよね、うん、音的に。ドア閉まってましたね、最後は。ゲンさんってエンジン脇ってこと？え、コックピットです。ああ、そういうことね。で、メインシャワーの扉も閉まってた。じゃあ、俺無理だ。じゃあ、僕も無理や。そうなの？無理じゃないだって貨物脇3人でさ、オレビバーキやネロメープテで、ね、でメインシャワー管閉まってんなら僕無理じゃない。いつ閉まったか、ね、まあまあいつ閉まったかによるっちゃよるけども。あ、確かに石油脇、エレキ、梅剣とそこまま一緒で、うん、梅剣置いてメインエンジンです。ですよね、うん、まあ俺怪物さんが一番怪しいかなと思ってましたね。多分だから切った後にシャワー、エンジンの今どこですか？エンジンのね、ごめんね、エンジンウルです。うん、ウルです。うん、ウル。上上がって暗室で、写真だけ入れて、で、うん、ボタン押されへんなと思ってボタンに向かってる途中。え、ウルのどこっすか？ウルの。ウルの下ぐらい。いやー。行こう。はい、そう。え？いや、ある現モモが、まあ、コックピット脇で、はい、で僕だけ一番最後なんだけど、うん、今ウルの上ぐらいなんだよ。うん、あー、じゃあ対抗、それはかなり、それは対抗、それは対抗です。いい、まあ、ウルの下、まあ、見えるか。アミさん、あれだけ？アンスだけ？まあ、見えるか。勝ちタスクやってる、勝ちタスクやってる。アルマ側からだったら見えそうじゃない、むしろ。うん、まあ、見えるか。上側だからアルマ側。メインから、まあ、宿舎に行こうとして、ウルの下に行くことがないと思う。え、いやいや、普通に行く、え、いや、だってミーティングの方に行こうとしてねんで。なんか斜めに曲がりすぎってことじゃない？そう、角度をつけてるなっていう。いや、わかるな、それ思ったな。僕も夢屋さん指摘いいな、今のは言わんかったけど、斜めに移動するから下に行くことはないもんな。あとね、ハイブリさんが怪しいのはね、アルマが位置をかぶせに来たアルマがもしかしたら死人がないかもしれないって考えて検討してるのに、じゃあ対抗でいいっていうのが早すぎるわ。アルマが人外側だったら対抗でいいって言ってくるはずなのに、検討してる側なのに怪しまれてるハイブリさんが対抗するのは早すぎるわ。だから人外っぽいわ。は通らんな、確かに。めっちゃ序盤だけどエリキにいた。コミュー直った後にバイタル見たらすでに死んでて、そこから17秒。マプえ、どうだろう。え、バイタルマットじゃね？あ、違うっけ？
最初に行けるだっけ。あれマットだ。マットだ。本当だ。マットだよね。本当だ。ちなみにヌルの下検証してたんですけど、まあまあ。ああそういうことか。僕もいやまあでもマットだったら全然どっちもあるな。え、初手誰ができんだ。あれから梅健さんは弾ける。モモゲンって合ってるんですか。合ってない。あ、合ってないのか。でも一緒に出てったのに武器庫側に行ったかとかも見てないですか、その二人って。俺はエンジンの配線行った。うん、だからもうこれ前通路で分かれてる。うん、分かれてる。じゃあキッチンバーガータスクからの展望。で、東田さん最後キッチンバーガーですね。バーガーのデータさんの主張です。配線して。メープテだったらどっちの方が切れそうなの。あれの関係性的に。いや正直ボブじゃん。扉が五分になる、ね、まったら関係になるから、うん、ねハイブリさんがそこにいるならそもそもゲンモモは絶対できないってなってたけど、対抗になってマットならゲンモモはいけると思う、うん、メインからエンジン側に来てる人間が絶対ゲンモモのどっちかを見ることになるから、ゲンモモが人外だったら初できるが、ハイブリさんマットならどっちもいけると。え、どこでしたっけ今回のキルは。予選でしょ。今回のキルは俺目線プテが厳しそうではあるんだよな、エレキで見られてたんだったら、うん、エレキいた序盤ね、もう本当に最初序盤いたね、確かに。で、うん、通信室でモモネロがいて、うん、そう、直したは俺じゃない。あ、あそこにいたんだったらプテに白が打てるわ、うん、で、アルマ視点でも俺に結構白が打てると思ってて、うん、俺をエンジンメイヤさん最後の死人があるなら無理だと。プテと最後にエンジン扉を開けた時にすれ違ってる、まあ、じゃあまあ無理かな。元さんはこのキルに限って私も誰止まってないです。貨物ラウンジャーアーカイブシャワーメインってタスクしながら行けるから。あったっけ。メイヤさんは最後の最後だけちょっと目離してるから、そこが白取れんなら無理。ずっとヌルのとこにいて、アルマが上に行って、俺はエンジンコミカの扉を開けたらプテがいたっていう感じ。ってと。だからメイヤさんとすれ違ってから僕がボタン行くまでの間の保証をメイヤさん取れるなら白。じゃあ無理やで行けてるからね。まあ無理だ。初手メイヤプテどっちもないやろってか、さっきのメイヤさんの指摘がな、まあマットだったんだったら関係ないんだけど、同じこと思ってたからな。ここは一旦ボタンですね。取り合ってな。はい。はい。直しました。です。これまとめると、まあプテメアできるの、初手ね。初手ね、初手。初手の話ね。プテメアできる。で、ゲンさんが、あ、じゃあハイブさんマットなんだったら誰ができるんだっけ？結構俺以外。モモゲンもできるんじゃない？モモゲンもできるんじゃない？アルマさんもないとできちゃう。メケンさんだけだったら否定できるの。2キル目の方がいいね。2キル目の方が容疑者。高田さんってどのタイミングでいたの？なんか梅剣名やプテ橋あるまでさ、バイタルから全英力に入ったじゃん。入った。で、俺だけガチャガチャでずっと残ってたんだけど。7、8、9あたりに。アルプテ名がそう、勝ち追い3人一緒にやりに行って出てくときに勝ちに行ってたから。ああ、なるほど。俺が下のガチャガチャやってる時に行ったんだ。じゃあその後俺ガチャガチャずっとやってて、もうこっちに来てないからメインに上がってるね。でもね、エンジン方向にはね、最後の最後に来る以外ないと思うよね。で、俺がエレキ、終わった後バイタル見て、貨物ラウンジの配線、アーカイブラウンジの扉閉まってるとこまでは見てるから、メインシャワーアーカイブ。メキンさんがせいだったら、なんならセキュリティと思うで、メインから来てるから、高田さん。いや、せいだ。セキュリティの場合は誰が切れるの、まあ、セキュリティの場合は俺が切れるわ、最後。まあね、セキュから高田さん来てる場合もあるか、一応。なか左から来てるから、バイタルからずできてないじゃん。いや、でもなんか、直しに行くとかはあるんじゃない、まあ、まあ。うん、あちょっとだけアルマ君疑ってるのは、ハイブリさんがんるって言ってアルマ君その位置だったら、それ聞いただけで俺対抗って出しそうだなと思ったから。いや、んるのね、上って言っても、もう通路、いや、ギリ見えるか見えないかってなるよ、僕の視点だったら。ああ、そうなの。だって見てみ、んるを。いや、んるはんるじゃない？んるの？だいぶ、ちなみにだいぶ左寄ってました、んるは。通路の。そうだね。めっちゃ広がりながらカーブしないと、到達できない位置だった。そう。まあ、確かに。まあ、え、梅健さん視点、初手はネロちゃんは別に切れるの？あ、切れる、全然わかんない。うわ、むず
この場合セルフ、セルフだね。2キル目に考えるんだったら、うん、あのね、高田さんはね、メインからエンジンとかには行ってないのよ。ただね、うんうん、私視点、私が貨物脇でタスクしつつ、メインの最後真ん中ぐらいまで来れてるんですけど、レポート光ってないので。あ、貨物脇でメインまで行ってんの？です。あ、じゃあ、エレキか、その石油とかの方面で。だったら雲むずそうじゃない？いや、アルマだから厳しそうかなって俺は思ってんだよ、ね、うん、2キル目に関してはね。石油方面か、ね、石油キッチンは、お見直った後俺がドア開けて席まで入っていってるんだけど、そこには死体なかったよ。あ、そうなの。正直メートル溜まってないです僕。いや、まあハイブリさんのルーツ詰めてるからね。あのね、うん、めっちゃ同じこと考えてたのよ。だから思考は来るやなっていう。俺インポーサター見事よ。同じこと考えてたからな。白起きます。こういうところでね、分かんないときは白起きしていかないと。だいぶ、おお、はい、いいことだな。まあ正直ね、いやどうだろう、初手コミュなったタイミングぐらいで言うと、ネロちゃん多分俺バーガーにおって2キル目、2キル目の時、うん、バーガーしにもう一回コックピット開けてドア全部開けていって、ネロちゃん一回展望にチラッと入るところを俺は上上がる時に見てるの。え、その時高田さんの姿を見てない。2キル目さ、うん、ね、ネロモモでまあコミュ直してネロちゃんが直したんだけど、その後に、うん、モモさんはどこ行ったの？俺はキッチンの方よ。手さんの後ろついてってるはずやで。僕キッチン行ってないよ。あれ武器庫の方行かんかったっけ？いや行ってない。だからネロちゃん行ってるでしょ。え、僕エンジン側だよ。コミ終わった後の話じゃない？コミ終わった後は一緒に降りてったと思う。ああ、じゃあ武器上やってからエンジン行ったのかな。ちょっとごめん、そこは覚えてない。ああ、そうかもしれないよ。多分ね、時間がね、そうそうそう、ちょっとね、あの、直ってからプテがエンジンの方に来るまで時間あったから、俺も直ってから扉開けるの遅かったから。合ってると思うよ。ごめん、じゃあちゃん武器下行ってると思うで、俺だってドア開けて入って展望の方行ってる。俺キッチン武器の方であって、で、あのドアが開いてたからプテが開けたのかなと思って。じゃあごめん、まあ、上か下 やって戻ってって、うんうん、あ、でもプテがやってる場合はね、トータスネロ、うん、俺展望まで見てる、見るよ、うん、じゃあ俺からプテモモは弾けるわ、うん、そうだよね。多分ネロちゃんが席側に行ってるんだったら、うん、そうそうそう、モモドア閉まってたから、で、メイヤさんも無理だから、モモ、プテ、メイヤが無理になって、うん、ネロちゃんもむずそうよ。だから俺展望の一応あの弁当タスクやったから、やで僕が通ってきてるところをゲンさんが絶対通ってきてることになってるから、これでメイヤさんと会って宿舎ボタンだから、うん、え、ネロちゃんって最後あのトータス3社で入れて本当に席入ったかなぐらい？ネロちゃんが最後はだって関係なくない、梅健さんのバイタル情報からね。あ、いや、勝ちやってその後セキュリティタスクとかアップロードでやった後に切られてるとか、なんかそんぐらいの時間だから、最後に入ってきたぐらいだったらネロちゃんって間に合わないから。いや、ネロちゃんはだから来る手前は分からん、来る手前は俺キルクルどんなもんか分からんから。コミュニティなんでしょ。いや、来る手前無理だと思うよ、来る手前無理だと思う、うん、じゃあその後は絶対無理じゃない、だって、うん、だからバイタルだけ見るとネロちゃん厳しそうだけど、うん、ネロちゃん無理、直した後は切ってないんだ、切れないんだ、切ってない、絶対無理だと思う。直した、もう直した後バイタル見たらもう死んでたから、うん、高田さんが相当そっちまで行ってない。ゲンさんどこないバイタル情報的に加味したら、うん、だって俺からあれは負けてどこ行ったの。いや、だから僕はエレキで言う、あんまり、いや、うん、梅ゲンとかかな、ちょっと今入れられなかったけど、ゲンさん入れてもよかったけど、ボタンで死んでそう。おお、いや、いいボタン、おーおーおー、いいボタン、アメボスのになり直し、ボタンでも多分2人ぐらいいるでしょ、うん、今多分キルクルって30秒溜まってますよ、ね、いや、溜まってないんじゃない、わかんないけど溜まってないにせよ。もう一回バイタル情報聞きたいんだけど、
コミューが終わったタイミングでバイタルつけたらもうその時には高田さん死んでて、ってことだよね、そっから17秒経ってたんでしょう。だからモモネロの組み合わせじゃない限り、うん、要はキッチン展望武器コミューまでは死体がないわけじゃん、うんうん、で、はい、俺視点でプテが、来た後に、プテがごめんキッチンから武器上に上がってきた時に俺が下に下っていって、でその時にプテはトータさんと会ってんだよね。いや、あって、あのコミューで会ってるよ僕は。コミューで会ったのは3目線で一緒に下ったっていう主張だよね。あのプテさんの方が前に行ってプテさんが武器庫下の方を入れに行ったから、はいはいはい、俺武器庫キッチンから開けてる。あ、うん、でいやまあごめん一つごめんアルマが難しそうと思ったけど、うん、例えばそのコミューアルマがミーティングの方に走り出してからはアルマの俺も死人はないから、その後別に宿舎からの弁当とかでメイン飛んで切ってるとか、うん、そういうパターンはあるわ、うんうん、僕ボタンっすよ。いやボタンだけど、あのいやてかそれないっすよ、梅健さんのバイタル的にないっす。だって17秒前に死んでるんですよ。いやだから別にエンジンから上に行ってさ、ベントで飛んで切ってミーティング戻ってボタンもあるじゃん。だって治ってからすぐボタンは押されてないよ。何がないの？ないでしょ。だってあれ、ま、治ってからすぐボタンは押されてないよ、うん、かなり長くはありましたね。治ってから17秒経ってるんだよ、うん、って言ってなかった。コミューが治ってその時には死んでて、そっから17秒経ってる。うん、死んでてそっから17秒経ってる。17秒以上前ってことね。でも17秒以上前。コミューが鳴ってから少ししてからアルマはミーティングの方に行ってるけど、コミューが治ってから17秒間アルマにはフリーな時間があるわけだからね。じゃあ原産がメインで死体発見しなかったのか。私は見てるのはメインの右半分のみです。だからゴミ箱タスクだったりとか、さらに左だったら分からない。ポテストは高田さんが、いや、だったら、麺屋さんに言うのが、高田さんがメインでその間何してたのってなりますね。さっきまでエレキに、さっきっていうか、序盤にエレキにしてるから、メインのゴミ箱とかにまだあの段階でいると思う。アルマやってるかとかじゃなくて分かんないけど、アルマに白は出せないわっていう話。うん、マジ、ね、まあ、僕絶対白もらえると思う。ゴミが治ってからの17秒間、銃の動きができてるも、結局そこは結構どうでもよくて、そう、治るまでの自由があるかどうか。だから治るまでに自由がある場合は、僕が、まあ、まあいいか、もう白出ないならいいです。うん。まあ、アルマの言ったことは分かるな。治る前に、コミュが治る前まで一緒にいたっていうんだったら、治ってからの死にはどうでもいいから。だから、梅健さんに白が出ないよね。あれ、梅健さんって何もないよね。メッケンさんって確証じゃないよね。だから、ゲンさんにあんなによるのはちょっと怖いよね。おう。え？どこで死んでんのこれ。これね、アーカイブで死んでて、俺目線にプテゲンに白を出せるね。ですよね。うん。ミーティングに梅健さんいるから梅健さん無理で。おお。ええ。じゃあ、まあネロちゃんはメインにいたかな。まあ俺はメインにはいる。ただ最後シャワー。さっきトータスさんがネロちゃんに、なんちゃら、まあ1キロやったかも。うん。いや、むずいなぁ。いやでもこのキルは俺目線でプテゲンが絶対無理なのよ。まあ、しかもコミュサボ中だから。アルマ君はどこから来たんだ？右？アーカイブから？プテさんとシャワーで会った後メインエンジン宿舎ミーティング。でも超直近、ガチ直近のアーカイブしたキル。あ、だから白と。メインエンジンでミーティングのボタン下。あ、見えてます？そもそも。いや、見えてない。ウだけ見えてるから。おお、まあ、そこにいるならじゃあ無理そうだから、ね。ボタンの下に。いるのを見てる。まあ原プテが俺を信じるんだったら基本今日はネロちゃんで。いや皆さん僕もお互いと決めたよ。アルメの二人街を追うかどうかだけだ。なるほど。アルメの二人街は結構追ってもいいかなとは思う。アルメ二人街。だってああでもさっきアルマ君疑ってるって言って俺ウルのところ言った時にアルマ君のあれだったら対抗できそうって俺一応言ってたから。まああれ正直マットだったんだから。すぐ売り飛ばせばよくね、インポスターだったとしても、はい、まあまあでもあの段階で俺アルマ君疑ってるところは見せてたから、まあニロあれで追うかどうかじゃない、みんながまあ今までのキル全部第三者がやっててネロちゃん今回みたいなのは全然あると思うから、そう、まあネロ梅かネロアルのどっちかかなって感じはしちゃうんだよな。ゲンさんはあんまり
エンさん持ち直した感はある。さっきの3票はさっきの、ね、ボタンも、うん、あれだったし、さっきの3票誰だったんだっけ。僕は入れてる、入れられなかった。俺はスキップ。状況的に原産しか余ってないからな、あの時の番。スメケンさん入れた？入れてないよ俺。あるもも、いやもうトータさんがいたんか。ちなみにこれボタン、いや私はもう使ったから。ネロちゃんいきます。ネロちゃんいこうかな。ある方言ってください。ボタンがあるからサボお願いします。はい、サボ直します。おい、えこれゴミ中でしょ。なかった。ボタンなかった。あぶね。ボタンなかったです。ボタンないです。ないです。あぶね。まあでも、ネロちゃんではさすがに落ちてると思います。どうすよかね。どうすよかね、これね。いや、もうこれ、タスク、一応俺は終わるんだけど、俺がね、決め打ちしてるんだったらね。あ、僕は終わらないです。剣も終わらなそう。ちょっと怖いな俺も、まあ、ワンチャンキビツイ、キビツイね。ネロちゃんインポスターだとしたとき書店も別にできる。高田さんのところだけぐらいか。トータさんから厳しそうって言ってたの。いやそうなんだよな、そこか。ってなると高田さんがどうだ、エレキからどっちに行ったかだな。まあ僕は正直高田さんのキロはまだ原産だと思ってるけど。原産できるのかな。だってバイタルから僕らが入ってて、で梅健さんバイタル情報が真の時って、うん、高田さんって、てかそもそも梅健さんがガチャガチャのところに来てないっていう発言をしてるじゃないですか、うん、高田さんが、うん。ってことはメイン側か関側に戻ってるわけじゃないですか、うん。でもネルちゃんが厳しいってなってるんだったら多分メイン側に上がってると思ってて、でその場合僕がキルしてる場合って高田さんって序盤に勝ちをやって戻ってメインに上がってるのに。その17秒、最後の17秒の間しか僕ってキルできない。その何をしてたのってなりますね、高田さんが。そんな長い時間。しかもメインの左側のみ。源さんがメインの右側を確認しているならメインの左側のみ。まあ、最後の17秒の間しかキルできないは、もうその時にすでに死んでるから。そう、最後の17秒じゃなくて、その前に誰がキルできるかだから。その前だった場合は、どっちにしろ、セキュニネロちゃん、トータスさんがいるんじゃないですか。いや、それはコミュ直った後かな。そうだね。コミュ直った後だから、コミュ直った後の17秒。コミサボ中ぐらいの時に。そう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 。コミサボ中の時に誰が自由な時間があったか。私はコミサボ中の時はアーカイブのダウンロードにいました。まあ、全然メインに行けてない。コミサボ中に高田さんがメイン左。まあ、順番助けにゃ。いや、あるとは思うけどな。ないだろう。まあ、じゃあね、別にコミュ。向かなお、うん、直そうかなで向かって、俺が直しに向かいだったら、俺がそこの点で気になったのが、アルマがコミューサボが直ってからのボタンまでの時間が結構長かった点だから、うん、まあドア2枚開けてミーティングタスクやってからボタン押してるんで、無事、まあ確かにコミュ直しに向かってる宝さんを僕が切るはあるか、ごめんなさい入れなかった。一応タスク頑張るか。もうこれ全員ボタンないもん。わかんないんで。ないですね。ないか。いや俺がある。あないわ。あないか。ないやばい。まあアルマ入れてもよかったな。僕は終わるから。頑張れば終わるから。
おお、あるんかい。おお、あるんかい。ボタンあるんかい。ゲンさん、白だ。じゃあ、あるまやね。ボタンあるんかい。ありました。嘘つくな、クルーが。かもしれない。あね、もう高田さんメイン右で死んでるのに。高田さんメイン右なんだ。どこで死んでんだろうと思ってた話で。女性の奥か。あ、女性っす。ああ、女性の奥か。じゃあギリ光らんか。いや、いいキルだったのに。いやー、惜しかった。いやー、初手奇跡の内通者を打ってしまったのが一番悔やんでた。あ、すごかったね。三人外やもんね、俺のやつ。そうやね。そうなんだ。超飛ばすか悩んだあれ。じゃあ、あれめっちゃ事故っちゃったけど。あ、そう。ハイブリさんたまたまマットだったから。そう、目の前でイズさんバンって切って、急いで内通だって思って。スルーするんかいと思ったら次ネロちゃん来て、ネロちゃん3秒ぐらい立ち止まってからレポートしてたから。ちょっと下に飛ばしてた。飛ばすか。ラウンジとか言いそうになって危なかった。めちゃくちゃ謝りながら打ってた。かわいそうに。全然いいよ。いやいやいや、チーム戦よ、チーム戦。チームで全員生き残って勝つっていうのが一番いいわけだから。そうね。そう。綺麗高田さんだったらなんて言うんですか。いやいや、じゃあそういう時。いや、ハイブリさんは絶対できないっていう。とりあえず、ね、白ですっていう、絶対に。ハイブリさんからも俺白だよねっていう。あ、オンって言うわじゃあ。それによって怪しまれたらちょっとハイブリさんにめっちゃ切れる。何やねん、嫌や。もう絶対同心や、嫌や。ルの大回りがな、ちょっとクリティカルすぎたな。あ、やばかったな。ね、もう頭でめっちゃイメージした。もう直角に曲がってるハイブリさん。直角どころか膨らみ曲がりだから。分かる。もうちょっとインついてください。もうあれは何も言い返せんかった。初めての詰め方じゃない、うん、あんじゃん、大回りじゃない。大回りじゃない。まあ確かにメインから言ってるなら大回りじゃねってやつ。あんなんで詰められると思わへんかったからさ、そんな精査するって思ってさ。ちょっとイン丸くないっていう。まあでも刺さってたからな。行き過ぎだよな、高田村のその考察の仕方。歩くルートというか。回ったっていいっていう人が一人もいないってのは。回ったっていいもんね、別に。確かにね。みんな、あーってなったしな。あーってなったし、あれ聞いて。だよなって。